率高いニュースとして、これはどうしてもやっぱり触れないわけにいきませんね。ミャンマーで軍政復活、総司令官が全権掌握とありますが、続けて深入りまいりましょう。共同通信によりますと、ミャンマー国軍は今月1日アウン・サン・スー・チー国家顧問兼外相らを拘束して、軍事クーデターを実行しました。1年間の非常事態を宣言し、ミン・アウン・フライン国軍総司令官に立法、行政、司法の全権が移譲されたと発表しました。2011年3月の民政移管から10年足らずでミャンマーに軍政が復活する運びとなり、国際社会から批判が相次いでいます。一方、国軍に拘束されたアウン・サン・スー・チー氏が率いる国民民主連盟はクーデターを独裁国家への逆行と批判して、国民に抵抗を呼びかけるスー・チー氏の声明を発表しました。この声明はクーデターに備えてあらかじめ用意されていたもので、国民民主連盟の報道官はスー・チー氏が首都ネピドーの自宅に軟禁されていると明らかにしましたとなっております。高橋さんから伺ってよろしいですか。いや、ちょっとびっくりですね、こんな軍政なんてね。ここでこういうになると、はい、ミャンマーっていろんな国から援助してるでしょ、それが行かなくなるんですよね、国多分回らなくなるんですけどね。どうしちゃうのかしらって、ちょっと私も よく分かんないんだけど、なんか一言っていうか、なんかこの本当にどういう国に抑えていくのかなと。あと、タイとかそういうところも反政府運動ってあるでしょ、だからそういうふうに飛び火しないかっていうのはちょっとかなり心配ですね。ミャンマーはね、結構日本人 その企業もそうですけど、一般の投資家もね、結構ミャンマーに投資してるんですよね、はい、経済成長的にはアジア最後のフロンティアとか言われることしてますよね。土地を買ったりしてね、結構日本人なんかも買ってる人多いんですよ、結構値上がるんちゃうかとかね、だからそんなんが一体どうなのかなと思いますよね。まあ、企業なんかも結構ミャンマーに投資してる企業たくさんあるんでね、で私ミャンマーの国よう知りませんね。だから軍政があったら一体何がどうなのか、それのようわかりませんね。折り方知ってる？いや、比較的そのね、まあ、その軟着陸気味に民政移管できたっていう印象があったんですけどね、定員制員政権でしたよね。一部の人はだから予測してたらしいんだよ、このね、スー・チーさんのいるところもちゃんと予測してたっていうでしょ、はい、でも日本の方であんまりもちょっとなんかケアしてなかったじゃないですか。でも予測してたやったらその前に潰せへんかったかなという気もするんですけどね。でも軍政はもう本当に潰せないですよ、潰して殺されちゃうから。もう一つ、これ私ちょっと国際状況知らない、ミャンマーのこと知らないんですけど、この軍政の後ろにはなんか別な国があったりするんですかね。それはやはりどうしても中国ですか。それは今分かんないですけどね。もしそういうのあったらすごく大変ですよね、国際社会からね。よく中南米なんで、中南米はよく昔はね、その軍政のクーデターっていうのは、もうほとんど後ろにアメリカがついてましたよね。例えばこれちょっと大昔で、昔イランで革命がありましたね。ホメイニ革命とはまた別に、モサデク政権が、イギリスに立てついて、モサデク政権が潰れましたよね。でこの時のクーデター、やっぱりこれ軍のクーデターですが、この軍のクーデターはもうほぼ分かってるんですが、100% アメリカの CIA が仕組んだんです、でアメリカがイランを自由な自分たちの好きな国にするためにイランに、CIA が忍び込んでクーデターを起こして、それからイランは25年間アメリカの傀儡国になる、でホメイニ革命が起こって、それでイランはその25年の恨みがあるもんですから、もう未だに反米なんですよね。だから1954年に、アメリカがもうイランの国をむちゃくちゃしてしまったんで、その恨みが残ってるんですね。だから今回もね、僕はちょっとこの国際感覚ちょっと鈍いんですけど、このミャンマーの軍政の背後に何があるのかなと、つまりある国が、あるのかどうか、それ知りません。だからそれを教えてほしいなと、南米のチリなんかもそうでしたよね。そうですね。アジェンデ政権がね、倒れた時も、背後にね。いや、ミャンマーというと有本香里さんがね、当番組でもご紹介いただいた井本克幸さんがね。ああ、そうですね。立派な人でしょうね。井本さんのね、もう海の上に何かね、大事なければ。昔はビルマー言ってましたけどね。ビルマーの建物のね。今あれね、地図見たら面白いね。僕東南アジアの地図あんま見ひんけど、
これね、この、このタイ、タイとミャンマーね、はい、お互いあの細いところ、あの海岸線を半分越してるね。で、はい、あんたとか右側の海岸あるから、こっちは、うちは左側の海岸来れよって感じだね。はい、これで改めて思うのは、ベトナムがすごそうやね。ベトナムはもうほら、東側の海岸を全部取ってますよね。まあ、いいとこ取りと言いますかね。はい、もうだからラオスとか、もうえらい山の中のもう森の中で追いやられてね。まあね、東南アジアってね、中国の影響圏がすごく強い国だから、いろんなこと考えちゃいますよね、今回ね。で、ベトナムだってああいうふうに海沿いがあるんだけど、南シナ海みんな中国でしょ。だから、なかなかこれ、政治的にすごく微妙な地域ですね。東南アジアの歴史というのは、まあ、もうものすごい乱暴に言うと、はい、実は東南アジアの歴史というのはベトナム人によるラオスカンボジアの虐殺の歴史でもあるんです、実は。ベトナムは、ね、特に強くて、まあ昔から中国化が進んでたんで、やっぱり文明的に高かったんですね。で、ラオスとかカンボジアをですね、はい、むちゃくちゃ攻めまくって、だからラオスとかカンボジアはもう随分森の中で追いやられて、だから海岸線の絵とか全部ベトナム取ったんですよ。はい、それぐらい強い国だったんです、ベトナムは。だってベトナムの強さっていうのは、ジンギスカンがね、モンゴル人がもう世界制覇しましたよね、中国全土取る、インド取る、アフガニスタン取る、ロシア取る、それからイラン取る、ペルシャ取る、それからトルコも取って、ヨーロッパも半分近く取りますよね。ユーラシアほぼ全部ですからね。全部取った。ところが、その、モンゴル人の、侵攻を2度防いだ国は、はい、日本とベトナムだけなんですよ。だからベトナムってそんな強かったよ。ベトナム強いですよ。だってアメリカもやっつけちゃう。世界最強説もね。そうですね。ここでね、昔中越戦争中だって、ベトナム戦争終わった後に中国とベトナム戦争してね、はい、これでも中国ベトナムに勝てませんでしたからね。コテンパンに追い返しましたもんね。はい、すごいよベトナムはね。はい、まあ、ミャンマーの話が最近まだ日本にもベトナムにたくさん来てね。でもうちょっとベトナムがいいこと言ったからちょっとベトナムの悪口言うとね、ベトナ日本におるベトナム人結構ね、凶悪犯罪率割高いんです。これ別にヘイトちゃいますよ。ヘイトじゃない。これあくまで数字やからね。国籍別にその、はい、統計で見るとということですかね。そうです、はい、あくまで率ね。はい、まあ、さらにねちょっと続報を待ちたいと思いますが、このニュースに関しては、はい、では百田さんいかがいたしましょう。17番、はい、はい、こちらですね、参りましょう。はい、これもね、バイデン大統領令に LGBTQ が歓喜とありますが、スポーツ界は懸念というね、続けて深入り参りましょう。東京スポーツの記事によりますと、アメリカのバイデン大統領が就任初日の先月20日にLGBTQ 差別禁止に関する大統領令にサインしたことが思わぬ波紋を呼んでいます。全米中の性的マイノリティの人たちから称賛の声が上がった一方で、スポーツ界からは女性アスリートが抹殺されるという批判的な声も上がっています。在米のジャーナリストによりますと、大統領令には性同一性や性的指向に関係なく、全ての人は法律の下で平等に扱われるとした上で、子どもたちはトイレ、更衣室、学校のスポーツへのアクセスが拒否されるかどうかを心配することなく勉学に励むことができるという一節がある。この部分が元男性のトランスジェンダーアスリートの増加につながると捉えられ、女子アスリートが抹殺されると保守派から問題視する声が上がったということです。ツイッター上ではハッシュタグバイデンイレイストウィメンというハッシュタグが付けられ、全米でトレンド入りするまでに拡大しているとのことです。この件に関して作家の百田直樹氏は先月28日自身のツイッターで、ついでにミスユニバースも男が出られるようにしろや、ついでに言えば美人しか優勝できないのは差別じゃないのかとこのようにつぶやかれております。はい、いや今本当アメリカのポリコレはもう進みすぎてね、もうちょっと何かやったら差別やとか言いますよね。だからもうそれ言うと、美人コンテストで美人しか優勝できないのはブスに対する差別やと私は言いたいんですけど、まあ、それはともかくとしてね、まあ、バイデンさんがですね LGBT のこうサインを何度もしてもうどんどんね、はい、ほらそうするとあれですね、この自分は女性だと申告すれば、男性が、まだこれこの場合男性って言っていいか分からないけど、それまで男性と思われた人間が、女性のスポーツ
社会にも出れるということらしいですね。はあはあはあ、もうむちゃくちゃでしょ。競技種目で、ね、もう自分はだから女性や言うたらもう女性トイレでも入れると、ね、まあ、そういう世界になってくるんで、ちょっとね、あまりにも行き過ぎてるんじゃないかと、いうことですね。はい、手術をいや受けてなくてもというか、ね、いやちょっと本当ですかって感じですけどね。まあ東スポの記事ですからね。ただね、まあ、ちょっと置いといて、話変わるんですけど、はい、バイデン大統領は就任して、あれ20日に就任したですからもうちょうどまだ2週間経ってないですよね、まだ10日ちょっと、その間に、大統領令にサインしたのはすでに40らしいですね、うん、これでね、過去最大、がですね、はい、就任して2ヶ月間のデータがあって、その就任して2ヶ月間で一番過去多かったのはオバマ大統領で、5回やったらしいです。あの大統領が5回出した。ほうほうで、ね、そのトランプさんがね、4回やったかな、2ヶ月間でね、就任して2ヶ月間で、4回5回、これでも多い方なんですよ、大統領で。ところが、はい、今回バイデンさんは就任して10日余りで 40の大統領令、でも10日で40ということはですね、1日4個の大統領令ですよ。で、例えばこの人何時間働くか知らないけど、8時間働いたとしたら2時間に1個大統領令出すんですよ。で、大統領令っていうのは僕は知らないけど、大統領令って一つの儀式らしいね。もうみんなザーッと隠れおる中で、もう報道が、ね、カメラバーッと撮って、で、そこでうやうやしくこう出して、こうペンでこうサインするっていう、はいはい、もうそれが一つの儀式なんでね、それを40もやりますか。ほんでね、もう一説によると、もう大統領令の中身見てないって話もあるんですね。そんな話もあるんですか。そう、これ、はい、大統領これサインしてください、ふんがーふんがー言いながらこうサインするらしいけどね、うん、はい。ほんで普通は大統領令サインすると、そのペンは記念、大統領令にサインしたらこの記念のペンになるんですね。でだからペン1回サインしたら、もうそのペンはもう記念品として置く、あるいはこう誰かにプレートとかで、そんな大事な儀式らしいですよ。1回こっきりですか、そのペン、うん、1回こっきり。ほんでこの間なんかたまたま映像であったらしいけど、バイデンさんがこうサインしてくれって、ほんでそのサインこれ本当はそのペンは記念にこう一緒渡すんだけど、そのペンを自分でなポキッと入れようとしたら、内ポケット入れようとしたら、ほらもう半分ボケてますから、内ポケット入らない、何ポケット入らない、入れられない、しゃあないから、それをポケットにバッと入れて、その場からこれ映像で全部残ってるらしいけどね。そんな画像がもう、うん、もうね、あの横の副大統領のカマラ・ハリスさんが、はい、大統領、これサインしてください、ほんま、言いながらこう。